オペレーター 6O より 2B さんへ定期連絡の時間。こちら 2B、 どうした？実はちょっと好きだった先輩を食事に誘ったら断られちゃって。私これからどうやって生きていけばいいですか、 2B さん。知らんわ。そんなこと聞かれても。もうバンカーにいられないです。それは困る。作戦に支障があるから。B さんは私を必要としてくれるんですか？ B 型戦闘モデルにはオペレーターのサポートが必要不可欠だから。 2B さん、以上、通信終了。通信してきた。私たちが平和を愛していることをご理解いただけましたか？口だけならいくらでも言える。機械には心がないんだから。そうかもしれません。でもこれからもよければこの村に来てください。やっぱりこいつら僕らを罠にかけようとして。私たちもその情報を知りませんでした。信じていただけないかもしれませんが、可能であれば信じてほしいです。どっちでもいい、倒しに行く。飛行ユニットはこの先のビル屋上に配備されてますね。危険ですが、あの大型兵器の足元を通らないとたどり着けそうにありません。気をつけていきましょう。くそ、トゥービー、配線が集中しているハブの情報を表示します。
た。今のうちに飛行ユニットの場所まで移動しましょう。上空は敵の対空兵器で危険です。低空飛行で接近してください。了解。敵大型兵器全機機能停止を確認。敵兵器が再充電してます。敵兵器の振動さらに増加中。戦闘地域の地下空間が共鳴しています。数百年も姿を現さなかったエイリアンが地下にいるだと。地下にいるだと。司令部より全ヨルハ部隊へ。数百年もの間発見されなかったエイリアンたちの反応を確認した。知っていると思うが、エイリアンは機械生命体たちの司令塔だ。エイリアンを殲滅すれば長きにわたるこの戦争も終結する。現在技術部の方で電波発信源の解析を進めているが、情報が不足している。地上にいるヨルハ部隊は本案件に対する情報収集を最優先しろ。この好機を逃してはならない。人類に栄光あれ。司令部の情報をもとに信号発信源を予測。マップにマークしました。ああ、あれ？なかった。あれ？下に降りるってことだな。
なんだあの変な敵は。やっぱりなんか出てくると思ったら出てきてるよ。あ、やばいやばいやばい、あ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 、こけてくるんだけど。機械生命体たちの残骸が。でもこれ、ずいぶん昔からここにあるような感じですね。この場所は？データベースに該当する情報はありませんね。破壊されたエイリアンの母船が。ようこそ我が創造主の墓場へ。お前たちはトゥビー、気をつけてください。私の名前はアダム。君たちアンドロイドが探しているエイリアンはもういない。何百年も前にこいつらは私たち機械生命体が絶滅させた。絶滅させた。今度絶滅するのは君たちアンドロイドかな。機械生命体は自己進化を繰り返して強化されていく兵器。ネットワークの上に芽生えた知性が創造主のそれを要求する。大して自分を必要としなく。自分たちの創造主を倒すなんて。いいんだよ、こんな奴ら。植物のように単純でくだらない構造の生き物だ。価値のことは私たちの興味があるのは月にいる人類。人類。そう、人間は魅力的だ。理解不能だ。記録によると足りないな。同じ種族で大量に殺し、ある日その行動。目を見張る不可解さ。私たちはその神秘に迫りたいんだ。その模倣作品であるアンドロイドの諸君には調査を手伝ってもらいたいと思って。手伝う。そう、月にいる人類を引きずり下ろして生きたまま分解して分析してその秘密の全てを暴くんだよ。こんな素敵なこと僕にはないよ。そんなことやらせるわけないだろトゥビー。ダメだこれ。こんな奴らに惑わされちゃダメだ。ああ、じゃあ交渉は決裂というわけか。滅ぼすしかない。君たち、ここにいる退屈宇宙人同様。あれどこに行った？
そろそろ時間だ。これが私たちの創造主の末路。どっちが好み？お前たちが信じる人間はどうかな。逃げられた。エイリアンたちがすでに滅んでいた。トゥビー、とりあえずバンカーに戻って報告しよう。トゥビーさん、こちらオペレーターの 6O です。廃墟都市の転送装置の配備と稼働を確認しました。他のポイントも準備中です。ようやく転送装置が使えるんですね。